間抜けな日本人のおかげだぜ。バッグを返せ。お前ら頼んだぞ。おい待て。バッグを返してもらおう。諦めな！そんなにバッグが大事かよ！バッグを返してもらおう。苦しい。もうやめてよ。悪かったよ。俺がバッグのあるところに連れて行くから。本当だな。来たよ。バッグはここだよ。ほらよ。くそ、金だけ抜き取ったな。俺じゃないよ。本当だよ。奴らのところへ案内しろ。金はラリーたちが博打で。なんだと？本当だよ。あっという間に使っちゃったんだよ。ごめんなさい。何でもするから勘弁してよ。何でもするんだな。うん。ここに行きたいんだ。俺、ワンチャイのことはあんまり知らないんだ。そうだ、最賃街にある蓬莱旅社の親父に聞いてみなよ。最賃街の蓬莱旅社。あの親父は物知りだからきっと知ってるはずだ。地図を書いてあげるよ。なんか書くもんある。これに書いてくれ。
できたよ。それでわかると思うけどな。そうか。ワンチャイはキングスロードを渡った先だから。じゃあ俺はこれで。今は持ち合わせがないか。のかい。またお前か。ふん、取り返したんだ。おう、ねえ、あんた空手やってんでしょ。お前には関係ない。ねえ、あんた泊まるところどうしてんの。それもお前には関係ない。港のビルだったらもう泊まれないよ。ボロくなったから改装するんだってさ。じゃあ野宿でもするさ。やめときなよ。ここは日本とは違うんだよ。寝てる間に襲われるのがオチさ。しょうがないね。いいとこ教えてやるよ。この近くに宝来旅社ってホテルがあるんだ。宝来旅社、ウォンが言ってたホテルだ。フロントでジョイの紹介って言えば安くしてくれるよ。この道をずっと行ったところさ。そうか。なんならあたいが案内してやろっか。ああちょっと、もう。
してんのさ。さっさと入んな。なに、あたいの紹介じゃ信用できない？泊まりたいけど金がないんだ。しょうがないね。今日はここに泊まりな。明日の朝8時にこの前にいな。案内してやるよ。案内？どこへ？金を稼げるところだよ。これから先無一文でどうする気？朝8時だよ。いいね。8時。